はい、お疲れ様です本道です。す。道今回のお話なんですけど小林彩奈さんのね、えー、ラーメン店中本での騒動のお話についてお話していこうかなと思います、まあ、昨日とちょっとね内容は一緒なんですけどいろいろこう動きがあってですね、うんまあ、ざっくり言うと小林彩奈さんが、えー、ラーメン店の中本に行って えー、食べるのが遅すぎて、ほ、えーまあ、他のお客さんであったりだとか、お店の人からねちょっと、えー、退店をお願いされて、怒ってブログになんかね、文句書いたところ、炎上したというお話ですね。うんまあ、それについてね、えー、と昨日、本光の動画上げたんですけど、そんな中、まあ、今、そこまではね小林彩奈さんの一方的な意見とか、まあ、そこに対する炎上に対する、ね、質問の。 回答しかなかなったんですけど、えー、その事実説明をね、えー、こちら、えー、もうため中本でもしてくれてたんですね。で、この内容が、まあ、スタッフの人たち、まあ、店長であったり社員の、社員なのかな、まあ、そのスタッフの人たちからの話を聞いてですたりですね。あと お店のカメラまあ、多分防犯カメラのことを言ってるんだと思うんですけど、カメラを確認したりもしてるんで、かなり事実に近い。えー、当細かく書いてくれてる内容なんで、かなり角度高いかなと思ってます。で、その、えー、中本さんのね、えー、事実説明を見ているともう完全にね、あのー、小林さんが、あのー、嘘ばかり言ってんじゃねというふうに思ったんで、まあ、昨日の動画ではね、元光はね、まあ、まだわかんない。正直、 ね、これ本当に細かいところ事実見ないと分かんないっていう話をしたんですけどこれ見る限りどう考えても小林さんが悪いかなと <laughs> 明らかに悪いんじゃねえのって思ったんで、まあ、今回ねそういう話を、ね、していけたらなと思います、まあ、ここら辺までの話ってあの他のニュースとかでも知っていっぱいしてるんですけどこの猛虎ターメンの話を聞いてですね なんと、えー、小林アナさんが動画上げてました。えー、ご説明申し訳あげます。とか、けのわからないことを言ってるんですけど、まあ、ちょっとこれについてもいっぱいツッコミどころがあったんで、軽くね、そこにも説明しておきます。この動画のね、リンクも貼っておくんで、えー、見たい人は見てください。 はい、えー、では、ちょっとあのー、まずは猛虎タンメン仲本の、ねえー、事実説明から見ていこうかなと思います。でお話いきます,すね。元、え、道、ー、のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、えー、見ていきましょう。このたびヤフーニュース等で騒がれているブログの件で当店、猛虎タンメン仲本の対応について多数のお客様からご意見、お問い合わせをいただいております。 お客様のお問い合わせの中には、仲間とはこんな対応するのか、親子で食べている途中なのに出ていけというのか、スタッフはお客様をにらみつけるのか、小さい子は連れてきてはいけないのかなどの誤解や親烈なお言葉をいただいておりますということで、まあ、すごい悪評がついちゃいましたよね、今回のこの騒動で。うんまあ、こういった意見を受けていると。うん、でえ、当初はお客様同士の件もあるので、こちらとしてはコメントを控えて ましたがえー、その中でも食べているお客さんを何だと思ってるのか社長そんな店なんですか仲間とは許せないというお司会の言葉をいただいた時に皆様に正確な状況をご説明しないといけないなと思い決心いたしましたそうですよ、ねまあ、この人有名ですし、まあ、もちろん、あのー、このラーメン自体も、ね、カップヌードルになってたりとか、えー、このお店もいっぱいテレビとか出てるわけじゃないですか。 で社長のこともみんな知ってたりするわけですよね、まあ、ファンの人からしたら。まあ、そういった中、さすがに説明なしで、えー、進めるのはどうかなということで社長が動いたということですね。うん、で、えー、6月7日、月曜日から本日6月9日に発表するため準備をしてきました。スタッフ当事者から話を聞き、店長を本社に呼び、面談し、当日の正確な状況を本社幹部。 店長でカメラを確認し時間を明記しながら店主白根誠がご説明いたしますということで、まあ、かなり、えー、調べ、まあ、本気で調べるに決まってるんですけど、うんね、わざわざ面談しながらカメラ見ながら、えー、説明するということですな,なんでね、まあ、これはほぼ事実な真実だと思うんですけどねでなお当店は防犯防災上 全店舗にカメラを設置しております。カメラに関しては店舗責任者のみが見れるものです。一般社員は一切見ることができませんということです。まあ、なので、まあ、安易にこの動画が出たりすることはないと思うんですけど、まあ、この説明で十分かなと思います。で、6月4日、えー、金曜日ですね、えー。18時47分。もう時間もね、もう1分台ですから、えー。ご着席席とということで、ででブログを書かれたおおお客様がが来店店し、店内でおお席がくまでお待ちになり、入り入 付近の 一択しかないテーブル席に大人の女性2人、お子様2人の、えー、計4名様で18時47分にご着席ということで、まマ、あ、マあ友さんと来てたっていうのは、ねえー、事実だったということですね。でご着席後、えー、注文したし3種類のメニューを全員が紙エプロンをつけてお食事を始められる、また少しして別のお子様、えー、連れのファミリーのお客様4名様がご来店され、こちらのお客様もテーブル席 をご希望でででしたのでお待ちになられるとということであ4名様だったんだもともとんかお子様連れとしか書いてなかったんでまあ2人なのか何なのかちょっとそこら辺はね、えー、分かってない状況だともう4名っていうのも分かってるんですね、うん、じゃあもうテーブルがそれは希望になりますよねで19時20分お子様2名様がエプロンを外される 19時22分、えー、ブログのお客様の大人のお連れ様がエプロンを外し、マスク着用と。まあ、この雰囲気見る限り、まあ、ほぼほぼ食事終わってんじゃねっていうのはなんとなく想像つきますよね。うん、で、えー、19時27分、スタッフがテーブル席のお客様の食事がお済みだと思ったのですみません。お待ちのお客様がいらっしゃいますので、もしよろしければお席の方よろしいですかと。 お声がけいたしました。しかし、お客様のブログ内には、まだ食べ途中だったのにと書かれておりますということで、おいおい、何やってんだ、うちの店員は何やってんだということで、えー、社長、怒るわけですよね。うん、で、我々も、まあおこ、怒るとは書いてないですけど、まあ、えー、多分、えー、どういうことだって言って気になったんでしょうね。でまあ、もちろんき聞きますよ。で、我々も、なぜスタッフがお声がけしたかを確認したところ、声をかける前に見た状況ではということで、お子様は、 お二人はエプロンを外しソファでお遊びになっていたことお連れの女性の方はエプロンを外しマスクをしていたこと丼に箸やレンゲがまとめられていた声をかけようと思った時点では食べている様子はなく大人の二人は会話していたと、うん、なんかネット上でもねいろいろこう喋ってたんじゃないのって。 ね、言われてたんですけど、まさにそういう状況だったということですね。ただ、あくまで、その、本人、小林さん本人はまだマスクをしてないっていう状況だったっぽいんですよね。うん。で、まあ、これ見る限り、多分箸も置いてたんじゃないんですかうん。なので、もう、食べ、ほぼ食べ終わってんじゃないのっていう雰囲気は、なんとなく見て取れますよね。うん。で、えー、さらに、と報告があったため、我々もカメラで確認したところ、確かにその状況が映っていましたと。それは事実だと。 うんまあ、カメラに映ってるぐらいだからね。うん、で、お声掛けしたスタッフは常に厨房にいて、ブログのお客様だけは厨房内から柱があり、見えにくいところです。スタッフもこの状況から勘違いしてお声掛けしてしまったようですということで、まあ、ちょうどスタッフから見えづらいところで、えー、他の人はもう食べ終わってるって、えー、もうゆっくりされてるから、えー、それじゃあね、ちょっと他のお客様も並んでるから、ちょっとすみません、本当に申し訳ないんですけどって言って、声をかけた。 っていう感じだと思うんですよ。うん、で、えー、飲食店で召し上がっている途中のお客様にお,お席の方よろしいですかという言葉は本来ありえませんと。うん、まあ、あのー、冒頭でね、えー、仲本さん、仲本がね、えー、悪く言われてる、批判を受けているところに関しては、そんなことは本来はありえませんとはっきり言ってます。で、勘違いをしてお声がけしてしまったことに関しては、大変申し訳ございませんでしたと。 いうことでまあ、ただねあの、飲食店で働いてる人なら分かると思うんですけど、まあ、全員飲食店ではないと思いますけど、まあ、女性ってわけじゃないですけど、女性の方の結構ね、あのご飯残して、もうそのまま終わっちゃう人もいるんですよ、うん、食事をね。まあ、なので、こう考えちゃうスタッフの気持ちは、うん、まあでも見えなかったのか、結局。 だからそこにたかりにどんぶりに残ってたとしても、まあ雰囲気がね、終わってる状況だったら、まあこうやって声かけちゃうのも、まあな分かる気持ち。 ですけどね本道的には今後このようなことがないように全店舗に指導いたします今後はよりスタッフの教育に力を入れていく次第でございます今回のようなお客様に不快な思いをさせてしまったことを反省しまた今回の件でお客様世間の皆様にお騒がせしてしまったことこちらも店主として心からお詫び申し上げますというふうに言ってますね、うん、まあこれ率直に感じたのは本道はもうあの すごい綺麗な謝罪文だなと思いました。あのー、ね。 当たり障りなく、しっかりとポイントを押さえている謝罪だと思います。いい、いいこ、いい謝罪じゃないですかね。で、また、不特定多数の方から言われている、早くしろ。おせえを出ていけ、にらみつけられた、追い出された、というような言動は中本のスタッフとして一切ございません。私、白根、えー、誠が断言します。この件に関して、展望スタッフへのご質問、お問い合わせ等はお控えください。また何かありましたら、私、白根誠が直接発信させていただきます。ということで、えー、しっかりと。 うんね、小林さんに対しても、あのー、しっかりと謝ってらっしゃるんですよね。で、えーまあ、なんかそんなね、お客様を雑に扱うようなことはないですよと、うんまあ、一番元道的にはね、あのー、ブログにもね、なんかちょっとお時間いいですかとか、お席いいですかっていうふうにね、あのー、小林さんのブログでは書かれてたんですよね、あのー、店員さんがに言われたって。書いてるんですけど。 まあ多分店員さんも相当下からあの声かけてると思うんですけどね、エフリックだって。うん。普段多分そういうことをすることってないと思うんで、でも飲食店でまあ繁盛してたり、並ぶようなお店だと、どうしてもそういう機会ができちゃうんで、機会っていうのかな、言い方おかしいか、そういうことがなっちゃうときがあるんで、どうしても多分声かけることはあると思うんですけど、そういうときって普段ないことなんで、よっぽど下から喋ると思うんですよ。 うん、店員さんの対応が悪いような雰囲気はないと思うんですけどね、お,お席いいですかなんて、うん。そんな雑ではない。まあ、ここに書いてある通りね、どこだっけな。えーまあ、どっかありましたよね。うんあのー、ここか。ここですね。えー、すみ、まあ、ません、えー。お待ちのお客様がいらっしゃいますので、もしよろしければお席の方よろしいですかと、まあ、かなり減り下だっていうのが普通だと思います。うん すいませんって、かなり頭下げて言うと思いますけどね。はい。まあ、そこら辺は置いといてです。置いといていいのか。置いといていけないんですけど、まあ、これはね、事実がほぼ元光は正しいと思ってます。まあ、カメラ元にしゃべってるぐらいだから、さすがに、あの、ね、白井さんも、えー、いや、それは違うだろうみたいなことは、多分喋んないでしょう。うん。これだけ有名な店ですしね。 そして、えー、小林彩菜さんのねブログ見ながら、ちょっとそこおかしいんじゃないのっていうところを見ていこうかなと思います。で、まあ、これ、当時のねあのブログなんですけど、炎上したブログなんですけど、うん、ここら辺とかね、えー、とお互い、お互い子連れなのに、えー、食べ、なんかこれ、 押せよっってて言われたところですね、えー、待ってるお客さんに、えー、お互い子連れなのに食べ終えてるのに喋っていたとかならわかるけどさとかって言ってるんですよね喋ってたんですよ、まあ、それは事実はちゃんとカメラにも出てるっていうことで、うんあのー、か小林さんはマスクせず、えー、マスクしてるお連れさんと喋ってたわけですよねで子供も,もうエプロンとかも通ってそば、えー、の方に座ってるというふうな感じだというので、まあ、なんかね、あのー、ちょっと ちょっとここら辺で、えー、持ってる感じがありますよね。うん。いや、ほぼね、見た目上、食べ終えてるんですよ。で、あのー、元光、前回の動画の時は、ちょっと、あのー、何て言うんですか、勘違いしてた部分があるんですけど、まあ、そこについて言及してなかったんですけど、あのー、30分ぐらいって言われてたんで、最初の10分ぐらい注文してから、 食事が届くまでに、まあ、10分弱ぐらいはかかってんのかなって思ってたんですけど、いや、でちょっと考えてみたら、まあ、これだけ並んでるラーメン屋さんなんだから、やっぱ並んでる間に注文して、もうほぼ席に着いたときに、あの料理が出てくる、まあ、ラーメンが出てくるような状況。 のはずだなということをね、あのー、先ほどのね、えー、中本さんの説明の文見ながら思ったんですけど、いやもだとしたらちょっと30分はかけすぎじゃないかとも思いますね。たラーメン食べるのに30分かって。で、しかもこの時間帯っすよね。時間帯。多くの人がね、気にしてるのは。8時閉店なんですよ。うん えっとね、えー、なんだこれがね、小林さんがブログに書いてた内容なんですけど、ラーメン食べるのに30分はかかりすぎだって話になってるらしいね。閉店ギリギリにやめろって。一応あのことを気にしてる。アメブロが削除してくれてるみたいだけど、そういうコメントがいまだにずっと来るよもうやめようとかな、ね。なのことかな。 いう知ってるみたいなんな、ぎっからラーメン食べたことないんかな、えー、閉店時間も21時だからギリギリじゃなかったよとかってわけのわからない言い訳をしてるんですけど、あの21時とかないんですよ、うん。まあ、ほとんどの人が知ってると思いますけど、まあね、えー、東京都はもう全部8時ですし、ほぼ8時なんですよね、今現在って。 で今回問題にあったって言われてる店舗でも8時らしいんですよ。で、当たり前じゃないですか。えー、その時短要請とかかかってるんで、あの、飲食店で今9時までやるメリットって多分ほとんどないんですよ。<laughs> うん。そんな店聞いたことないからね。で、要請がかかってる以上、8時にもう閉店してお客さん出てもらわないといけないんですよね。なので、あの、今並んでるお客さんがね、うん。 えー、食べようと思ったら、そのラストオーダー的にも、ちょっとさっきの,あのホームページには書いてなかったんですけど、多分ラストオーダー30分前とか15分前とかだと思うんですよ。で、その人が食べようと思ったらですね、やっぱある程度30分ぐらい、しかもその人たちも子連れてきてるんだから30分ぐらいはかかるわけじゃないですか。じゃあ、えー、今出ないと食べ終われないんですよ。うん。で、えー。 その8時っていう閉店をお店がただ決めてるだけだったらいいんですけど今回今状況的に時短要請の8時なんでお店守らなかったら、えー、その違反するわけですよねだからそんなことはできないんでお店はもう8時に帰ってもらわないといけないんですよでもお客さん並んでて食べてもらいたいとも思うだったら、えー、なるべくね回転回転を良くしてというか うんまあ、できる限りもう終わってるお客様にはまあ声かけてえちょっと他のお客様もいるんでっていう風な方法を取るっていうのはごくごく自然だと思うんですよね、まあ、今回その社長はあんまりその普段はやらないよって言ってるんですけど、まあ、今現状がそういう状況じゃないですかでスタッフの判断も本光はそんなおかしくはないと思います、うん、ですでに30分、えー、40分近くいたわけでしょ うん、まあそれはもうスタッフがあのそういう判断をしてやったのはそおかしいことじゃないと思いますそして、えー、謎の21時だからとかってわけのわからない嘘を言ってるんですよね、うん、で8時までなんだよなんどういうことこいつでまあ嘘を言ってるんですね で他にも、なんか、あのー、これ9日、昨日の、えー、ブログになるんですけど、この人、なんかヤフーニュースの、y a h ニュース載ってたんですよね、小林彩奈さんがで。ヤフーニュースの聞いてくるり方って、なんであんな悪意あるんかねと、えー。自分がその人のブログのファンじゃなくて、毎回ニュースに上がってきたら、普通、またかよ、誰だよ、名前覚えちまったよ、クソってなるよねって。うん <laughs> しかも、ぶりっコ写真、えー、使われてるから余計腹立つんだろうな、えー、どうせこういう悪い顔使った方がそれらしく見えるんじゃないかなとかって、えー、写真上げてたりするんですけど、うん、なんか、あのー、ヤフーニュースの切り取り方のせいっていうふうにしてるみたいですよ、この人は。うん、今回、その悪評がいっぱい来てるのは。うん で、切り取り方がおかしかったんじゃなくて、純粋にマナー違反なんですよ。まあ、マナー違反だけで終わればよかったんですけど、それをさらにブログで書いたりだとか、えー、中本さんが悪いような雰囲気で、えー、批判して、文句言って、えー、炎上させてると。で、炎上して批判を受けたら面倒くせえとかって言ってる、そういう状況があなたの人間性の悪さですよということで、えー、悪質だなというとこなわけですよ。うん。で、そんな小林彩奈さんが、 あのまたー、ブログ新しく上げてるんですよね。で、その内容がですね、騒動についての経緯ということで、うん、中本さんのことが Yahoo! ニュースに取り上げられてしまい、ご迷惑をおかけし,、ま、してしまったことを大変申し訳ございま、ありませんでしたというふうに言ってるんですけど、うんまあ、最初のね、先ほどの,あの中本さんの説明を受けて、 えー、この人小林さんが説明してるんですねで動画にして喋ってるんですけど、まあ、その動画めっちゃツッコミどこいっぱいなんですけど、うん、で、まあ、先にそのブログだけ見ますね今回ホームページを見て驚いたことがあります私たちがまるで店員さんから暴言を吐かれたかのような捉え方をしてわざわざお店にクレームを入れている方がいることに驚きましたということでいやお前がそういうふうに持ってったんだけどね、うん まあ、暴言を吐かれたっていうことは書いてないですけど、なんか、店員が悪いんだよみたいな言い方で、えー、持ってったのはあなたっすよ。<laughs> うん、で、それに私の方の、えー、SNS 等にも、マスクをしていて食べ終えているのに喋っていたんだろう、同性との。 えー、ご指摘を受けいただきます、えー、お店のホームページにもマスクをしていたのはお連れのお客様としっかり書かれていますということを書いてるんですけど、まあ、このマスクしたかなしてないかな,なんて関係ないと思うんですけどね、うんまあ、完全に食べ終えてるように見えて喋ってたっていうのはね事実として中本さんが話してるんですよ。うん で、マスクをしていたのはお通じのお客様だけとか、まあ、そんなところね、あなんか、細かいとこじゃないんですよ。もっと大事なとこがあるでしょ。うん。喋ってたかどうか、ゆっくりしてたかどうかが問題なんですよ。で、まずお店や私にクレームを入れてる方に、えー、言いたいのですが、私の文章、そしてお店側が出してる文章をしっかり読めば、そんな認識にならないはずですということですけど、まあでも方向性、同じようなこと言ってるからね、まあ、細かいとこじゃなくて、うん。 でえー、お店の方には、えー、間近で声をかけられていたのでよく確認してほしかったとその時は思いましたがお忙しかったのも店内が混み合っていた状態もあったのではそんなことをわざわざ聞き返したり責める気にもなりませんでしたとで私,たち私たちがトラブルにあったのは心ない言葉を受けたのはお店や店員さんでは決してなくお客さんです客同士のトラブルですと。 いやあのね、ブログの書き方見たらそうになってないからね、名前までさらしてさ、<laughs> まあそういうことを判断できないのかなと、お店を巻き込んでしまいご迷惑をおかけして、えー、大変申し訳ありませんでしたと言ってるんですけど、なんか、まあ、うまいこと流しつつ、変な話はやめてくれよみたいな感じでね。あのー いい話にしようとしてんのかななんかよくわかんないんすけど、うん。で、そのね、えー、動画があるんですよ。こういう、こちらの動画。こちらが謝罪の動画になってるんですけど、<laughs> まずタイトルがですね、ご説明申し上げ、ま、申し訳あげます。<laughs> なんかわけわからない5時で、えー、動画上げてるんですけど、で、映像がですね、もうずっとこのなんか置物みたいなのを撮ってる状態。で、あとなんか喋ってるんですよね。ひたすら。ひたすら喋ってるんですけど、あのー、 内容としてはね、中野さんすみませんみたいなことの話だと思うんですよ。うん。なのに、なんか顔も出さずに謝罪してるという、しかもなんか置物取って、なんかふざけてんのこれって。で、まあ、元々もね、顔出したりせずに動画上げてるんですけど、でも小林彩奈さんって、まあ、ブログでも顔上げてますし、えー、 まあ、むしろこう自分を表現することで、えー、仕事にされてる方じゃないですか。うん、フリーでね、うん。今までも事務所とかにも入ってたりだとか。まあそういった、あのー、カメラに映るっていうのが当たり前の人がなぜ謝罪の時だけこういう状態なんでしょう。もう、求めちゃふざけてるとしか思えないです。で、5時、5時でしょご説明。もうなんか雑なんですよ。そして喋、えー、って、まあほね、見てもらいたいんですけどあの動画リンク貼っとくんで。 見てもらいたいんですけど、もう、喋ってる内容が、あの、本当にただ喋ってるだけなんですよ。まあ、あの、台本とかがあるわけではなく、え、これマジかよって。え、いや、こういうとこだと思うんですけどね、炎上してるとこって。うん。うん、えあ、まあ、ここには確かに謝る、謝罪文ですとは書いてないですよ、タイトルでして。まあ、申し訳あげます。これ、謝ることで申し訳あげます。うん。 ちょっとよくわかんないんですけど、あのー、まあ、何かしら謝ろうとしてるはずなのに、まあ、やってることと態度が全然謝る気ないんですよね。うん。いやー、どっか事務所入った方がいいよ、マジで。仕事なんて来ねえよ、こんなやつに。はい。で、まあね、えー、内容なんですけど、全部ちょっと喋んないです。ただ、あの冒頭、早いところでね、あのー、小林さんが中本さんのね、 その食べてるってことに気づかなくすみませんでしたっていうふうに謝ってるところに対してね、えー、お話してるんですけどいや勘違い、あのー、お互いにね勘違いあったようなんですみませんでしたって言ってるんですけど、うん、いや違うよと <laughs>、うん、あなた方対等にそのすれ違いの勘違いでい今回問題になってではないよ、うん、もうこの言ってることわけわかんないわこの人うん あのー、まずその、マナーが悪いっていうこと自体には触れてないですよ、お店は、確かにそんなことはお店からは言えないんでただ、あのー、先ほども言ったように、あのー、閉店時間ギリギリでね、お店としてはいろいろ並んでるお客さんには全員食べてもらいたいわけじゃないですか、来てもらってる人にはね、食べてもらいたいんですよでもね、さすがに、えー、今回のことをね、肯定しては文章は言えないわけです。 うん、で、えーまあ、できればね、あのー、帰ってもらいたいところはあると思うんですよ。うん、ラストオーダー前に、その、ね、えー、お子様連れのお客さんに入ってもらって、テーブルでご飯食べて帰ってもらいたいわけですよ。でもまあそこに関しては言ってないだけだから。うん、で、まあ、一方的に小林さんがはっきり謝られたと勘違いしてるんですけど、うん、そこじゃねえからね、まあ、本来、あのー、 暗黙のマナー。まあ、そこら辺のね、周りを気遣うっていう心が大事っていうのをね、欠、えー、けてるから炎上してる状態になるんで、うん、やっぱこの人気づいてねえな。多分分かんないんでしょうね。何が炎上してるのか。まあ、炎上してる理由がさっぱり理解できてない状態だと思うんで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、ちょっと今度画見てほしいです。ふざけまくってますよ。で、今回の話もなんか、 うま、えー、いこと中本さんと話して、中本さんとの、なんかその折り合いつけて、えー、ま、これはうまいことを終わらせましょうみたいな感じで思ってんのかもしれないですけど、いや、違うからな。あんた、まあ、どんだけあの中本さんのね、えー、名前出して、えさ、ー、らしてね、店舗さらして、で、えー、なんか悪く言われたって。で、むちゃくちゃ悪く言われてるんですよ、お店。どんだけ被害出たか分かってんのあんたの言ってること一つで。 うん、もうそんな店なのかって、中本のね、社長には話、問い合わせがいくようなもんレベルですよ。分かってんの、自分がどんだけのことをしたか。うん、事実的に中本はほぼ悪くないと思ってます、今回の件は。それに対して、小林さんが、えー、発信した内容がひどいということで、かなり迷惑かけてるのに対して、まあ、ふざけた、えー、謝罪をするという小林彩菜さんでした。 はい。ということでね、今回の動画は以上です。まあ、ちょっと説明しきれない部分も多々あるんですけどね、いっぱい情報があって。うんまあ、ざっくりと言うとこんな話だと思います。ということでね、今回の動画は以上です。もともとのチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。コメント欄でもお待ちしてます。